今日はリニア中央新幹線の沿線10の自治体トップらで構成する規制同盟会の総会が東京で行われました。リニアはこれからいつ開業となるのか気になります。取材を続ける大石さんは現在 JR 品川駅にいます。大石さん。東京永田町から品川駅に移動してきました。なぜ品川駅かといいますと、リニア中央新幹線が開業すればですね、ここが始発駅になるからなんですね、はい、今は向こうの方から向こうの方までかなり広範囲にわたって工事が行われています、はい、看板が出ています。中央新幹線の駅を作る工事を行っています。令和8年3月31日まで昼夜施工、つまり工事は昼も夜もないということで、若狭さん、この時間もですね、皆さん工事を行っているんですよね。着々と進んでいるのがよくわかりますね。はい。で、どんな工事をしているかということなんですけども、目の前にあるのがこの新幹線ホーム。地下40メートルまで掘る、幅は60メートル、巨大な空間を作ります。1キロにわたる穴になるんですけども、そこにリニアが通ることになるんですよね。工事は着々と進んでいます。しかし着々と進んでいなかったのが静岡工区、うん、この静岡工区、工事が始まるのかどうか、この辺りですね、規制同盟会の会長大村知事、そして静岡県の鈴木康友知事、コメントしています。岸田総理からはですね、いやもう今日は皆さん雰囲気が明るくていいですねと皆さん笑顔ですねということを言っていただきました。政府としてもですね、我々の要望を受けて万全で体制で支援をしていきますと、今日また機会にですね、未来に向かってですね、このリニア新幹線をしっかり進めていくように一緒になって頑張っていきましょうというお言葉をいただいたということでございます。しっかり静岡県としての立場ですね、リニアの推進と合わせて、水と環境の保全、これを両立を図っていくということについてもですね、皆さんにもご理解をいただいたというふうに思いますので、今後はスピード感を持って JR 東海さんとのですね、対話を促進をしていきたいというふうに思っております。大石さん、鈴木知事ですが、水問題に関して JR 東海と対話を重視という言葉が非常に印象的でしたね。そうですね。ただですね、その他のことも合わせますと、ほぼほぼ川勝前知事が言っていることと同じことなんですよね、はい、しかしながら規制同盟会が受け入れ体制が全然違うというのが一つと、もう一つ、じゃあ今後どうなっていくのか、大村知事に聞きましたら、やはり前任の方の方針をですね、就任早々180度方向転換するのはなかなか難しいので、徐々に静岡工区着工に向けて舵を切っていくのではないかというお話でした。あちらご覧ください。帰宅ラッシュの時間帯、数多くの通勤客の方がいらっしゃいます。この中には出張の方もいると思うんですね、はい、新幹線に乗って名古屋までは今は1時間半余り、しかしリニアが開通したらですね、わずか40分で行くことができます、はい、今日の規制同盟会の雰囲気を見るとですね、静岡工区、この工事はですね、そう遠くない時期に実現すると思います。しかしながら水問題と環境保全の問題、ここはしっかり忘れずに話を進めてほしいと思います。